ラクマキッチン。毎日の献立にお悩みの皆さん、楽々美味しいプロの味をお届けします。今日はソルト石川食堂のオーナーシェフ石川俊介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。岡山市北区丸の内県庁のすぐ近くにありますソルト石川食堂。玄米ご飯を中心に旬の野菜や魚を厳選した調味料で仕上げる料理は、美味しいのはもちろん体に優しく元気になれると人気を集めています。さあ今日のテーマはこちらです。土曜に体を整えようということですね、はい、夏の土曜はうなぎ食べるっていうね、そうですね、イメージがありますけど、はい、冬の土曜もあるんですね。冬の土曜が、まあ、2月4日立春なんですけど、はい、すいません、当たりました。戻るかな。あ、うん、まあ、ちょっと話だけ進めていきましょう。戻りました、はい、その立春の前の18日間が冬の土曜になりますね、はいはいはい、土曜は季節の変わり目なんで、はい、春夏秋冬4回あります。あ、そうなんですね、はい、で特に冬の土曜はあの外気も寒くて、あの体も冷えているので、はい、あの体を温める意味であの黄色いものとか甘いものとか、あとお正月年末であの美味しいものをたくさん食べているの で、 そうです、ね、胃腸も結構使ってます、使えてますから、こういう黄色いもの甘いもの野菜の自然の甘みですね、はい、そういったものを食べて、はい、胃腸を整えて春を迎える準備をしましょうと、そういう期間になります、はい、ということで、はい、今日のお料理がこちらです、はいはい、さつまいもとかぼちゃのきんぴら、はい、やっぱりきんぴらというとごぼうのイメージがありますけれども、ね、そうですね、はい、この時期あの胃腸を弱っているものっていうのは、はい、あの黄色い野菜っていうのがとても胃腸に優しいので、はい、今日はさつまいもとかぼちゃをきんぴらにしていきます、はい、彩りも鮮やかです。では早速作っていきましょう、はい、まずはごま油をフライパンに入れまして、はい、鷹の爪を炒めていきますね、はい、弱火にしています、はい、フライパンにごま油大さじ1、鷹の爪1本分です、はいはい、弱火でじっくりと香りが立つまで炒めていきますね、はいはい、これは弱火のまま、弱火のまま、はい、置いておきます、香りが立つまで、はい、置いていきますね、はいはい、では野菜です、はいはい、まずさつまいもですね、はい、さつまいも 120g です、はい、はい、一旦輪切りにしまして、はい、そこから千切りにしていきます、はい、ちょっと太めの千切りですね。そうですね、ちょっとポロッとお芋なので崩れるので、はい、ちょっと太めの歯ごたえのあるような感じに切っていきますね、うん、はい、そしてね、こちらにその他の野菜、人参とかぼちゃも、まあ、形を揃えて同じサイズに切っております、うん、はい、はい、そしてもう一つ今回インゲンを、ね、使うんですね、はい、インゲンですね、はい、三度豆と言われて年に3回取れるんですけども、はい、それぐらいあの年間通して食べれるので、はい、あの栄養も豊富なので、はい、あの色目もいいの で、 で、ね、あのしっかり食べていただきたいおすすめの野菜の一つですね、はいはい、今日これを使います、はい、同じ長さに切っておきます、はいはいはい、さあ、そろそろ鷹の爪からね、はい、そうですね、いい香りがしておりますけども、はいはい、じゃあ野菜をもうこれ一気に、今日は全部一緒に炒めていきますので、はい、一気に入れます。まずは先ほど切った野菜を全て色が鮮やか、はいはい、でインゲンも、そしてここにいいですね、インゲンも、ね、入れてしまうわけですね、はい、火加減はどれぐらいでしょうか、はい、ちょっと強中火ぐらいにしましょうかね、はい、少し火を強めて、はいはい、フライパンで炒めていきます、はい、それでじっくり全体に油が回るぐらいで炒めていきますね、はいはい、ではね、これ私がちょっと代わりに、はい、炒めておきます、はい、その間に石川さんには調味料を調味料、はい、作っていただきます、はい、今日まず味噌ですね、きんぴらに味噌、はい、味噌、はい、へえ、これ入れるとね、ぐっとコクと旨味が出るのでおすすめです、ね、はい、少量でも入るといいですね、はい、そこに大さじ1です、はい、お醤油です、大さじ1入りました、はい、みりんです、うん、こちら大さじ2です、はい、お酒です、はい、酒も大さじ2入りました、はい、これをちょっと軽く溶いてありますね、本当にシンプルな調味料ですね、そうですね、はい、ご家庭にあるものでできると思います、はい、これやってですね、はい、今回は味噌を使ったきんぴらです、はい、ほー、さあちょっと野菜にも少し火が通ってきましたね、そうですね、はい、油が全体に回ってきて、今日は蒸し炒めにするので、はい、この状態であの調味料を入れていきますね、はい、軽くね表面が透き通ったぐらいで、はい、ではバトンタッチです、はい、はい、はい、OK ですね、はい、ここにもう、はい、調味料を入れていきます、はい、先ほど合わせておいた調味料を回し入れます、はい、あー、はい、でちょっと火を弱めますね、はい、ここで少し火を弱めて、はい、そしてここで蓋をします、はいはい、今回は
ここに注目です。はい、鍋の蓋を使おうということでね、これ蓋をしてこのままどれぐらい、はい、そうですね、2分ぐらいですかね、大体、まあ、様子見ていただいて野菜の太さにもよるんですけど、はい、大体2分ぐらいで火が入ります。はい、はい、これはこのままこう蓋を開けた蓋をせずに炒めるのとはやっぱり違ってくるんですか？そうですね、蒸気の力ってすごく思ったより強いので、はい、短時間で火が入るのと、あとは野菜の旨味が汁が出る、それも蒸発せずに野菜がこの後ぐっと吸ってくれるので、はいはい、あ、なるほど、はい、なので旨味を逃がさずぎゅっと閉じ込めるようなイメージですね、うん、あとは、はい、油で炒めすぎるとやっぱどうしても、はい、カラッとなってしまうので、こうすることによって野菜も水分を含んだまま美味しさが増すという形になります。はい、やっぱりちょっと洗い物が増えるから面倒だなって思っちゃうかもしれないんですけど、ね、はい、これはしっかりと蓋をしましょう、はい、ポイントですからね、はい、そして蓋をして2分ほどですね、はいはい、蒸し焼きにしたものがこちらです。はい、お、はい、全体が透き通っていい色になってますね。さつまいもの色がぐっとね、黄色くなりましたね。はい、さあ蓋を開けたら、ちょっと水分残っている状態でしたら、はい、ちょっと飛ばしていきたいので、はい、ちょっと火を強めにして、はい、あとは水分を絡めて飛ばしていきますね。火を少し強くしまして、はいはい、ちょっと飛ばした方がいいんですね。そうですね、最後は野菜にこう照りが出るぐらい、はい、炒めていきますね、はいはい、煮詰めて絡めるようなイメージですかね。はい、なるほど、はい、で今日野菜が柔らかいので、かぼちゃとあとさつまいもなので、はい、あんま混ぜすぎると、はい、崩れてしまうので、あ、はい、ある程度こうたまにこう混ぜ返してやるぐらいで大丈夫ですね。いたわるように、はいはい、優しくも飛ばしていきます、はいはい、これでも蓋をするというのが他の料理、今回きんぴらですけど他の料理でもやっぱり有効な調理法なんですね。はい、そうですね、はい、茹でるよりも蒸す方が栄養価的には、はい、体の中に取り入れやすいので、そうなんですね、はい、水溶性のものもしっかり体の中に入ります、うん、はい、そうですね、こうするとね、一旦はこの溶け出た野菜の栄養素もしっかりまた中に戻ってきますよね。ギュッと、はい、吸い込んでくれます、はいはい、そろそろいいですね、だいぶ水分出てきて、そうですね、で野菜に照りも出てきました。はい、はい、あ、本当だ、はい、いい感じですね。あ、もうこれぐらいで、はい、はい、じゃあここで一回火を止めて、今日はここでごまですね。おー、ごまも塩ごまが入ります、はいはい、混ぜてありますね、はい、またね、香りが良くなりますよね。はい、はい、完成です。さっくり混ぜ合わせたら完成、はい、早い、あっという間にできました。野菜たっぷりで、なんかおしゃれですね。あ、彩りも豊かですよね。本当に、はい、はい、完成しました。さつまいもとかぼちゃのきんぴらです。いやー、美味しそうですね。美味しそうですね。では早速2人に食べてもらいましょう、はい、いただきます。うん、甘い、甘い、うん、あ、美味しい、うん、いただきます。うん、あ、本当ですね、野菜の甘みがしっかり引き立ってますね。やっぱりコクが出てるのは味噌が入ってるからっていうのがあるんですね。味噌の塩気で野菜の甘みがぐっと引き立つようなイメージですね。そういうことか、はい、後からピリッとくるのがまたきんぴららしくてね。そうですね、美味しいです、はい、ご飯が進むと思います。あ、進みますね、美味しい。では詳しいレシピこちらです。はい、はい、今回はね、この時期食べたいいろんな野菜を使いました。詳しいレシピ今時で検索してください。さあ、石川さんのお店ソルト石川食堂は岡山市北区丸の内県庁のすぐ近くにあります。今の時期おすすめと言いますと。そうですね、まだまだ寒い日が、そうですね、今日も寒いですけども、寒いですね、コトコト炊いた大根とかね、はい、里芋とか、あったかい料理ご用意してお待ちしてます。優しい、はい、いいですね、ぜひ皆さんも味わってみてください、はい。